えー、お疲れ様です。7月2日火曜日、朝6時の相場解説です。えー、現在、介入水域というふうに意識して構わないと思います。160円のマーケット。しかも16、161円の中盤ぐらいになってますね。一時期162円に迫るようなところまで行ってたわけなんですけども、前回のこの高値をね、超えて、これ、160円で介入が入ったところはとっくに超えてるんですよね。となると、一体ここで、 行った介入、2回の介入ってのは、何だったのかなってことですよね、ここよりも高い水準に来てもう,うんともすんとも言わないわけですから、で神田財務官、えーと、変わりまして、新しい財務官が来てますけども、新しい財務官、引き継ぎを一生懸命やってるのか、マーケットに意識がいってないのかなという気がしないでもないですけども、どうでしょうか、そして今日のマーケットですけども、明日水曜日の夜9時過ぎに、ADP のこの雇用統計がアメリカから出ます。 ここまでに大きな材料ありませんので、基本的にはね、ズンズンズンズ上に上がっていくと思います。で、移動平均線も上昇を描く形になってますからね。もうこれはね、止まらないんじゃないかなと思いますね。はい、それではね、4時間の方を見てみましょう。4時間は果たしてどうでしょうか。まあ、1日足が上昇取れるドですから、当然、<laughs> 4時間もね、上に行くしかないかなってとこですけども、すごいですね。こっからですね、 もう勢いが全然止まってないわけですよ。この移動平均線とローソク足見てください。迷いなく右肩上がりですよね。だから、倍でずっとポジション持っていれば、ずっと利益なんですよ、この間。で、トレンド中ですから当たり前ですけどね。で、ここでセルに入ってみたりとか、下手にね、あの見るのも相場とかやったたら、チャンスロスとか損失を起こしますんで、まあとにかくね、今の相場ってのは、介入のトリガーを きちんとかけれるんだったら、もういつログインしても、倍のポジションを持っておけばいいってことになりますね。それがまだまだ続くんじゃないのってことで1時間を見ていきますえ。ちょうどね、帰りが進んだところにも見えますんで、テクニカル的に言うと、もうすぐバウンドが起きるんじゃないかなっていうところに来てますよね。ですんで、倍でエントリーするポイントにはなってますえ。ただ、いつもだったらそうなんですけども、介入を意識する人たちは、もしかしてね、ここでロングを持たない可能性もあるんですよ。 ただそうは言っても、明日の夜まで材料がありませんので、いわゆるテクニカル無法地帯ですから、資金は積まれるんじゃないかなと思いますね。それから、新しい財務官僚が介入を決断するまでに、アメリカの IMF の、ね、担当者といろいろ協議をしなくてはいけません。まあ、そういったことを考えると、162円になって初めて介入が起きるのかなっていう風な仮説も一つあるわけですよ。161円台でもしかしたらね、 来るのかなって気がしないでもないですけども、あまりにもね、何も予兆がなさすぎる。それから、カースイモクっていうのは基本的に介入が入る可能性低いですから、あるとすると、金曜日なのかなって気がしますね。はい。なんともね、介入につきましては、考えれば考えるほど、そんな気がするぐらいしか言えないんですよ。確かな根拠ってのはありませんから。そもそも根拠が分かったら介入の意味がないですからね。というところで、トリガーをかけながら、基本的には利食いをしていく、今までの、 スタイルでやっていきましょうということになります。それでは。